はい、ゲロッチョンです。今日はですね、こちらの商品をまた購入してまいりました。こちらの商品はですね、もう今はね販売しておりませんけども、少し前まで通販で販売していた密封容器になります。それをね、この間アウトレットのお店でね、新興品としてね売っていたので購入してきております。そしてね、購入した金額がですね、これは税込み799円で購入してきました。ということでね、今回はねこの容器をちょっとね、あるものにね使っていきたいと思い購入してきております。ということでね、今回ね今からね開封させていただきたいと思います。はい、今からねこちらの商品をね開封していきたいと思います。じゃあね、開けていきますね。よいしょよいしょ。どうやって出すんだ。これね、どうやって出すんでしょうか。お、こうか。よっ、え、出ない、出ないよ。ちょっと待ってよ。お、お、お、へ、ほい、ほい。おお、なんか暴かれてんねん。よいしょ、よいしょ、思って、よいしょ、ほい、出ない、ほい、出といて、なんか引っかかって出てこない。あ、出てきた出てきた。はいはい、これが2つの形で言うわけね。じゃあこれね、ちょっと開けていきます。よいしょ、うん、持ってーで、よいしょ、はい、一つ、あ、破りましょうか、もうこんな感じで、よいしょ、ちょっと破っていきます。はい、二つ目、そしてこっちですね、次、はい、次こちら巻きます。もうバシバシといきましょう。よし、はい、こちら、そしてもう一つ、はい、こちら、計4つですね。そしてこの4つでね、購入金額は799円、税込みでね、ということで、そしてね、ちょっとね新古品なのでね、一番気になるところちょっと見てみたいと思います。どこかと言いますとね、よいしょ、どうだっけ、あ、こっちかな。お、入った。このパッキンですよね、ゴム、この密封容器のね、このゴムね、このゴムの、はい、密封容器のこのゴム、このゴムがね傷んでるとね、もう密封の意味がないので、今見える限りはね、綺麗なゴムの状態ですね、傷んでいませんね。ちょっともう一つ見てみます。ほっ、硬いよ。開かない。お、少し空気入れて開けたね。はい、開きました。パッキンは、あ、大丈夫ですね、いけますね、パッキン。こちらも多分いけるでしょう。よし、少し空気入れたらあるんだね。はい、こちらもパッキンいけます。ということでこっちもいけますね。よいしょ、よいしょ、あー、やった、やった。パッキンがね、すごい、ね、まあ、とりあえずパッキンは傷んでおりません。あ、こっちの中入ってた、こっちに。木ですね、木べらみたいなのが入ってますわ。はい、こちらと。ということで、今回はね、このね、容器をね、
何に使うかと言いますと、まず、はい、この短い方の2つは何を入れるかと言いますと、これです。ということでね、こちらの容器はですね、普段ゲロッチョンが、ね、使用しているこれ塩、粗塩を入れてるやつと、こちらは砂糖ですね、砂糖それ入れてるんですけども、このパッキンがね、非常にねちょっともう傷んでしまって、すぐねしけてしまうんですよ。ということで今回はね、こちらの方にこのように、こちらは砂糖ですね、砂糖を入れて、でこちらは塩ですね、塩を入れております。だからね、今回はね、こちらの容器は2つは塩と砂糖のね入れる密封容器として使っていきたいと思っております。だからね、今まで使ってるやつはね、これすぐにねしけてね、砂糖が固まったり塩がね固まったりしてしまってたので、で今回はこの密封容器でね、ちゃんとできるんじゃないかなと思って購入してきました。ということで、もう一つですね、ここで、あとこの2つ、あとこの残っているね1つとこちらですね、1つは何に使うかと言いますと、こちらになります。はい、そしてね、こちら残った2つのね密封容器はね、こちらに使おうと思っております。こちら、これよいしょ、抜けてね、これアマゾンでね、購入したやつがね届いております。一体ね、これのとはね何かと言いますと、今からね開けていきたいと思います。このね中で入ってるやつでね、この密封容器を使ってあることをね、これからねしていきたいと思っています。ということでね、ちょっとね開けていきますね。やっとよいしょ、来た、はい、おい、はい、はい、はい、これです。ほい、こちらの商品です。こちらの商品3つ購入してきております。はい、こちらの商品です。こちらですね、これドライフラワー用のね乾燥剤をね、3キロですか、3キロ購入してきました。もうこの時点でね、分かるようにゲロッチョはね、これからねこの密封容器、まあ、とりあえずこの2つですね、この密封容器をね使ってね、これからドライフラワーをね作っていこうかと思っております。ということでね、一応この2つをね使用してね、これからねドライフラワーを作っていこうと思うんですけども、もう今はね時期的にね、もう時期ね1月になろうかとしております。ということで、まあ夏でしたらね、花がねたくさんねあちこち咲いてるんですけども、冬はねそんなねあちこちでは咲いてないないので、でもね冬のね、これから花をね、ちょっとねいただいてきて、そしてドライフラワーねしていきたいなと思っております。そしてこれからいろんなね、はい、これからいろんな野花とかもドライフラワーにねできるかどうかね検証していきたいと思っております。だからドライフラワーができる花とドライフラワーに向いていない花で、そういうのをね検証してね、これからドライフラワーをね作っていって、そのドライフラワーも出来上がったら、またいろんなものにアレンジに使っていきたいなと思っております。ということで今回ね、この密封容器を購入したのは、まず塩と砂糖を入れる容器と、そしてこのドライフラワーですね、ドライフラワーをね作りたかったので、そのための密封容器としても購入してきました。ということでこれからねドライフラワーもしていくので、いろいろな花をね使用して、ドライフラワーに向いてる花、向いていない花っていうのをね検証もねどんどんしていきたいと思っております。ということで、またねドライフラワーのね方もね、バン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 どんどんね動画ですね、動画を上げていこうかと思っておりますんで、よろしくお願いします。ということでね、もうじきねそろそろね1月も近づいてきております。皆さんも風邪にね引かずに頑張ってください。ということで、またねいろいろな動画上げていきますんで、よろしくお願いします。じゃあね、バイバーイ、うんちゃっ。